どうも、こんにちは、う、けです。今日、サブ一発目のテーマは、手ぶらって良くないバッグ持った方がいいのこれは僕がずっと手ぶらで生活してますっていうのを、要は、知らないってことか。そうか、僕も結構サブとかメインで言ってきたつもりでしたが、僕はもうバッグを基本的に持たない。もうずっと手ぶらで人生を、えー、やってきた。はい、あのー、手ぶらで人生やってきたってなんかちょっと変な感じだけど、あの、ずっとバッグを持たずに、 スマホと財布だけ持って、え、生活してきたというのはずっとやってるので、僕はね、そのバッグ何も持たなくていいんじゃないのっていうのは思ってるのね。まあなんかこう、スタイリングにプラスになるものもあるんだけど、まあなんか時々結構邪魔になることが多くって、あと手を塞がったりするのもちょっとストレスだし、斜めにかけるのもいいんだけど、 なんかなーみたいな時もあったり、なんかいろいろこう、バッグを持つというのは僕の中でちょっとストレスで持ってないっていう、まあただただこう、こだわりというか、なんだろうね、意地張ってるわけじゃないけど、なんかそんなものはあるんだけど、でもだからといって、別にバッグを持つのがダメとか、そういうわけではないし、スタイリングによってはバッグを入れて、ちょっとラフな感じを演出したりとか、まあ斜めのバッグ入れて、ちょっと小物というかね、バッグで遊んだりとか、まあいろんなこういうね、あの、良いところっていうのも、まあたくさんあるから、まあこれはスキニーでいいんじゃない うん、この方が別に嫌いなんだったら持たなければいいしっていうだけじゃないかなというのは思いますね。はい。僕はもう動画で散々言ってますが、はい。もう手ぶら推奨派というかもう完全に持たないっていうのでやってますので。はい。そんな感じかな。次。次。K さんは無地ロンティ1枚でコーディネートすることはありますかあー、ないね。まあ無地とか柄入ってるとか問わず、ロンティって、 着ないねロンティーって、ロン T ィ着るならなんか T シャツに薄いブルゾン羽織りたいとか、そっちの方がよく強いから、なんかロンティーって、いつどう出番があるっていう感じ。まあ、ちょっとね、こう、ルーズなロンティーにショーツ合わせてとか、まあ確かに明らかに悪くないのはわかるんだけど、だったら T シャツに薄いブルゾン羽織ってやりたいなとかな、そっちの方が思っちゃうし、 ま長袖で言うと、ま解禁のね、ちょっとこう、テロッとした、まあ、アロハとか、ああいうシャツ僕結構好きでちょこちょこ持ってるので、まそういうの着ちゃったりするので、なんか、ロンティーっていうのを着る機会が、僕の、なんだろ、ワードローブ的なのかな、持ってるもの的に、着る機会が、まあ、ないですね。ここ数年着てないんじゃないかなと。 思い。まあ、あの、前はね、それこそクリス・バーシュがまだ、あの、シグネチャーあった時とか、クリス・バーシュのロンティー来てたりとか、したこともあるんだけど、ここ数年は、まあ、ないね。はい。次が、チャーチかっこいいけど、20万も出せない。12万くらいでお願いします、ケイさん。まあなぁ、ほんとチャーチ高いわ。チャーチはなんだろう。他の革靴たちも上がってるのは、わかるし、うん、なんかそこはまだわかるんだけど、チャーチの値上がりって高えなぁって思うんだよね。 まあ、なんだろう、一気に上がりすぎたよね。段階を踏まずに一気にいったから、なんか、本当に、ね、それこそ、まあ、昔を比べるっていうのはもう物価も違かったりするから、なんとも言えないけど、なんか数年前まで10万1回いかないとかで買えたのが、今17万とかして、なんかアップデートしてんのっていうのもすごい思っちゃったりするし、まあ、ちょっとチャーチは高いね。てか、チャーチに20出すんだったら、 正直、あんまり言っちゃいけないかもしんないけど、まああのまあ好きなモデルがあったりすれば全然それでいいんだけど、なんかもっといい革靴いっぱいあんなっていうのは、正直思うところは、まあもちろんね、みゆみゆとこの前コラボしたりとかさ、ああいうデザイン性あるのとかは、チャーチの特権というかさ、まあチャーチって本当まあプラダのね、あの、グループだったりとかするからさ、やっぱその、 ファッショナブルな一面もこう持ってたりするから、いろいろコラボしたりとか、まあああいう面白いこともやるから、まあそういうのはいいと思うんだけど、なんか定番でやってるようなモデルとか、ウィングチップとかさ、ああいうのとかを見ちゃうと、ああ、他のブランドでも十分、ブランドっていうかね、そういう革靴のブランドでもいっぱい20ぐらい、もう、もう1、2万ぐらい出したらもっといいの買えんな、みたいなのは、 ちょっと思っちゃうところはある。だからファッションで撮るんだったら全然いいけど、なんかその革靴の良さを求めてみたいなのだったら正直他の選択肢も十分ありかなっていうのはちょっと思いますね。うん、ちょっと高すぎるなっていうのは思いますね。はい、次。えー、レザーシューズのソールの摩耗が早いのですが、K さんは履くときにどのように気を使ってますかあー、どのように気を使ってる履くときにうーん、気を使って、 気を使っっっててなない言ったら嘘になるけどなんか雨の日とかあとなんかまあ足場が怪しいなみたいな例えばなんか分かんないけどなんだろうな動物園行くとか牧場行くとかまあ行かないけどまあそういう公園行くとかそういう時には汚れたりとかしたりとかするの嫌だから生えていかなかったり雨の日とかねこうちょっとこう湿気多いなみたいな日はこう避けたりするとかそういうのはあるけど。 別に普通に、じゃあこのまま今日おもつさんと行くよ歩くよって言ったら全然別にもう何も気にせず履いてます。まあまあもう早いっては言うけど、そんなにか。まあでもね、あのレザーシューズ履く上で一個ポイントで言いたいのは、まあ自分のメインとなるシューズあるじゃないですか。それ以外もね、三つぐらいは充実させた方がいいですよ。あの、 なんだろうな。できる限りでいいから。別に全部をいいものに最初から揃えるのは難しいから、その他のシューズっていうのもある程度充実させて、あの、ローテーションで履く。とにかく。もうこれがもう一番だと思う。正直、毎日のように同じ革靴履いてたら、速攻ダメになるから。僕ね、そうだな。今、週一以上の頻度で同じシューズ履くことって多分、ほぼない。ないんじゃないかな。一週間で同じ靴を履くっていうことは。もうそれぐらい間空けるので、 だから長持ちするんですよ。プラダのラバーソールなんか、まあ、ラバーソールなんかも全然履いてないけど、あの、全然履かないから、頻度が低いから、摩耗もそんなにしないし、まあ、軽くしたらもちろん補修をね、修理出したりとかするから、そういうケアをしてれば、そんなに気にしなくていいけど、あまりにも頻度が高い場合は、頻度高い用の、あの、ちょっと壊れて、壊れてというか、ちょっと汚れてもいいや、みたいなシューズ買ったりとか、して、ちゃんとローテーションを組んであげるっていうのが、まあ、一番ですね。あの、野球の先発ピッチャーみたいなもんですね。 うん、あの、全然伝わってるか分かんないけど、中5日とか、うん、なんか、やっぱ、中3日4日じゃきついでしょ、ピッチャー。ぶっ壊れちゃうでしょ、先発は。まあ、中継ぎだったらいいけど、だから、スポットで、1時間だけ外に出てランチ食べて帰ってくるだけ、コンビニ行くだけとか、そういうのだったら、まあいい、友達とじゃあずっと座ってるカフェで喋って帰ってくるだけとか、そういう中継ぎとか、抑えみたいなさ、まあ、それぐらいの登板方法だったらいいけど、先発で8回まで120球ぐらい投げさせて、とかで中3日とかで登板したら、ぶっ壊れるから、 だからちゃんと中5日とか6日しっかり上げてあげる。ローテーション組むっていう。ちゃんとそういうのは重要ですね、うん。そこさえやってれば、そんなに気を使わなくていいと思う。むしろ履き込んでいく方がかっこいいからね。うん、新品ピカピカもね、あの、デフォルトの状態見るとかっこいいんだけど、やっぱある程度ね、履き込んでくるとそれはそれでかっこいいから、革靴って。ま、あそういうところかな。はい。えーっとー、AirPods Pro Max 欲しいです。K さんはどんな使い方してますか おおどんな使い方編集の時に使うぐらいかな。<laughs> あの、僕、外出てヘッドホンするとかっていうのはちょっと自分の中で考えられない,い,い。多分ものすごくストレスになっちゃうので、僕の場合は。あの、外には絶対持ってかない。まあ、だから、例えば新幹線で実家に帰る、帰省する、えー、まあ、海外とか行くのに、こう飛行機乗るとか、まあね、そういう新幹線とか移動とか、そういう時に使ったりとか、 まあ、あとは編集用にヘッドホンでとかっていうのはやると思うけど、なんだろうね。その他でこう、スタイリングとかで使うってことは僕はないかな。皆さんさ、ちょっと一個聞いてもいいこの音楽の質問してくれたのはありがとうございます。この質問者の方。いい質問ですね。はい。あのー、僕の YouTube ってさ、iPhone のスピーカーで聞いてるその、普通についてる。それとも、えー、イヤホンしてるあのー、イヤホンの、 ま、あ種類厳密に言われると難しいけど、あの iPhone の純正のイヤホンなのか、ま、r p o d s も含めてね、純正なのか、それともビーツとかさ、なんだ、あとはソニーとか、ああいうこう、ちょっといいオーディオテクニカとか、ああいうようなイヤホンしてるのか、それとも、え、ま、パソコンとかテレビはちょっとまたあれだけど、何で聴いてる僕もさ、あのー、 まあちょっとマイクとかをね、マイ、マイ、とかっていうかマイク買い替えようかなとかちょっと悩んでたりとかしてて、で、僕、編集、まあ MacBook でね、やるじゃん。で、それを、えっと、もちろん MacBook のスピーカー、え iPhone、有線の iPhone、有線の iPhone、今ね、ここにあるんだけど、えっと、えっと、有線の iPhone、有線の iPhone ねで、これでもちゃんと音聞くし、 あとはね、あのー、えっ、ー、と、なんかちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったけど、ビーツのイヤホンがあるんですよ。ビーツのね、有線のイヤホン。この二つを使って、それぞれちゃんと音を聞いて、みたいなのをやるのね。で、アップロードした後に、えっ、ー、と、スマホの方でも聞くっていうのをやるんだけど、いろんな、こう、なんていうのイヤホンを使って音チェックするんだけど、まあ一番は多分、 こいつでね、この iPhone の普通のイヤホンでちゃんと音なんでも問題、まあ大体問題ないんだけど、大体問題ないんだけど、そんなにね。あの、いいのかなと思うんだけどさ、みんなな、どういうので聞いてるイヤホンとか。なんかちょっとそれ教えてほしいな。あの、もちろん、あの、もちろんじゃない。もちろんおかしいな。あの、もし、あの、もし、はい。あの、ご協力していただける方がいたらお願いします。はい。次。次、ラグジュアリーの T シャツ高すぎると思うんですが、K さんはどう思いますかまあ高いね。うん、しかも、 正直、バレンシアが唯一別ですけど、それ以外のブランドから出てる T シャツって、あの、面白いなって思ったこと僕、まあないかも。ラグジュアリーの T シャツで。むしろ、あの、まあ、バレンティノから出てる無地の T シャツとかは結構好きだったりとか、 まあ、あとはれジルサンダーとかさ、ああいうのも良かったりするけど、まあ、無地のね、すごくクオリティが高いもの、まあ、1着5万から、そうだね、8万ぐらいするとかさ、まあ、そういうものは、ね、ちょこちょこ、こう、いいの欲しいなって言って、光沢が良くてとか、そういうの買うことっていうのはあるんですけど、僕も10万円超えの T シャツってないので、まあ、正直バレンシアガは、やっぱ形も素晴らしいし、まあ、生地も含めて、で、そこに入ってるデザイン性、 まあね、やっぱね、クオリティの分、あの、あると思うんですよ。その価値が。バレンシアガの T シャツって。まあ高いんだけど、高いには変わりないけど、 なんかね、物を見たり実際試着すると、そうすると説得力があるというか、それは感じるのでいいんですけど、その他のブランドの T シャツとかって、なんか本当に何も面白くないので、ラグジュアリーの T シャツって面白いなんか面白さは僕あんま感じないんですよ。だったらやっぱそういうデザイナーズで、例えばラークシモンズとか、JW アンダーソンとか、なんかこういうブランドとか、まあその他の全然グレートとかね、いろいろ取り扱ってるブランドとかさ、そういうのを T シャツいろいろ見てた方が圧倒的に楽しいし、 まあね、値段も、まあデザイナーズからはどうだろう ?5 万円マックスで3万以上みたいなとかぐらいとかさ。まあまあちょっとね、ラフとかちょっと高いのとかあったりするけど、まあなんかそれくらいので十分探せるから10万円超えでわざわざ一着。うん、まあ買うのはいいんだけど、なんかまあ本当にそのクオリティというか、なんか面白さがあるかっていうと正直僕はあんまりかなって思っちゃう,う。だったらもう数万円出してシューズ買ったりとか、 なんか薄手のなんか羽織れるもの買ったりとかそういうのしてた方がいいのかなっていうのは思っちゃいますね。ラグジュアリーの T シャツはまあ面白くないっていうのは、これ僕あるあるだと思う。はい。次。えー、今日最後にしようかな。焼肉行くときファッションは意識しますかうーん。まあ、そうだな。ど、どうかな。意識するか。まあ、しないっていうのはないよ。どこに出かけるにしても、あのー、なんかちょっと考えるのはありますけどもちろん。でも、 そうだね。まあもちろん例えばね、めちゃくちゃいい T シャツとか、めちゃくちゃいいシルクのシャツとか、じゃあ例えば、なんだろうな、じゃあアロハのね、プラダのアロハのブルゾーン着ていきますかって言ったら、まあ怖いから着ていかないよ。着ていかないけど、でもその日着たい服を着るっていうのは大前提あるので、まあある程度、まあこれだったら、まあ最悪飛んでもまあクリーニングでなんか落ちるだろうみたいなやつとか、 まあそういうので行ったりするか。まあちょっとラフにはもちろん行くけど、まあなんかその日やりたいテンションとかもあるし、まあ焼肉屋を楽しめつつも自分がやりたいみたいなちょうどいいバランスみたいなところでやるかなっていうのは、 思います。なんかまあ、行く焼肉屋のあれにもよるけどね。すごくいいね。焼肉屋で洗礼された感じで食べるのか、それともこう、ガヤガヤしたようなところで食べるのかとか、それによってもちょっと違ってくる。だから、それによってもこう、ギア変えるよね。ちょっといいとこだったら、それはもちろんある程度いいのクリーンな感じの着ていって、まあこの、お店に溶け込むようなね、着ていって、 まあ、羽織ってるんだったら、ちょっと脱いで、まあ、カジュアルな格好になって食べたりとか、まあ、もちろんね、別にエプロンしてもいいしさ、あの、紙のさ、ああいうのもやって、で、まあ、カジュアルなところだったら、まあ、もう、ざっくりいけるようなやつとかで、うん、っていうのは、まあ、思いますが、まあ、そんな感じかなんまあ、今の時期はね、もう T シャツっていうのがあるから T シャツでいいと思うけど、まあ、これからだと、例えばちょっとね、あの、ざっくりしたフーディーとか着ていって、別にまあ、汚れたり汚れたり、まあ、それシャーネーワーぐらいの感じにしたりとかするし、っていうとこかな。はい。じゃあ、そんなところで以上です。バイバイ。